先輩。先輩。おい、うさき。何してるんすか。七影、七つの王国と月影の傭兵団。おお、この前遊んだアプリゲームすか。かまってあげますよ。早くスマホ出してください。出してください。出してる。しょうがないから対戦してあげますけど、また負けちゃって泣かないでくださいよ。誰が泣いたんだよ。またまた見え張っちゃって、男の悔し泣きってやつっすね。うざき、てめえ。対戦の前にバトルの仕方を教えてください。忘れたのかよ。じゃあうざき、まずは CPU 対戦するか。わし。先輩、勝つためにちゃんと教えてくださいよ。頼りにしてますから。ああ、最初に相手の団長を倒した方が勝ち。ゴールドの円で囲われているキャラが団長。それは知ってますよ。もうちょっといいアドバイスしてくれると思ったのに。人が親切に教えたもの。はあ、まずは攻撃して。基本はターンごとにそれぞれのキャラが1回攻撃できる。うんうん、キャラによって攻撃力も HP も違うんですかね。そうだな。攻撃力と HP が高いキャラだけ集めればいいんすかね。ああ、スキルもあるからそれだけじゃないけどな。ふーん。お、また私のターンっすね。なんかだんだん思い出してきました。攻撃を与えるとキャラの右下に書いてある HP が減る。ああ。HP が0になるとそのキャラを倒したことになる。うんうん、相手キャラを減らしていって最後の方で団長を叩くのも手だぞ。あー、なんか説明チックっすね。なんかの宣伝っすか。ちげえよ、教えてんの。相手陣地に一人で殴り込みに来るやつは袋叩きにしないとっすね。別荘。ふーん。お、このカード使えばいいんすかね。ああ、相手のキャラにダメージを与えられる。わー、お、すごい。カードもうまく使っていけばいいですね。カードは100枚以上あるから、それをうまく使えるかどうかが重要だな。カードだけを取っても人それぞれの戦略が出てくるから、うざっき、お前教わる気ないな。お、蹴散らしますって言いましたよ今。好戦的っすね。うわ、また蹴散らしますって言いましたね。最低っす。先輩、先輩最低。俺じゃない、主人公。先輩最低。俺じゃねえし。はい、やり返さないとダメっすね。まずはこのカモちゃんを倒すっす。言い方、なりふり構ってられないっす。あと少しで倒せますよ、このカモちゃん。うん、いきますよ。ヘイふんヘイふんヘイ。はー、倒しましたよ。いい感じだ。青崎、カードも使ってみたら。お、なるほど、目安ね。使える戦略だな。一旦動けないのは致命傷だし。はあ、さてさて、5ターンまで来ましたね。後半戦だな。まあ順調だろう。うん、お、左にある床が青く光りましたよ。あれはバフタイル、このゲームの鍵だな。キャラで踏めばいいんすよね。そう、踏むと味方キャラの攻撃力が上がるから勝ちやすくなる。そんな先輩みたいに勝ちだけにこだわっていろいろと失いたくないっすけどね。さっき勝つために教えてくださいとか言ってただろう。嘘っす、からかってみただけっす。うざきって。先輩は本当からかいがいがありますよね。攻撃力結構上がりましたね。うん、ここでカードも使ってみますね。トン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 。おお、凍った。これは最強カードっすね。いい感じっす。カードをうまく使うと勝てるかもな。もう、お、また蹴散らしますってこれしか言えないっすかね。なんかカード使った。うわ、赤ひげ回復しました。一だけ。なんか意味あるんすかね。ゲームにもいろいろ事情があるの。そうなんすね、世知辛い世の中っす。他にもなんかできることありますかね。おお、なんか適当に押したら光のカゴが発動しました。スキルだな。ああ、光のカゴも発動しましたし、これで赤ひげを倒しますね。このターンで、あ、ちょうど倒せそうだな。はあ、倒します。総攻撃っす。はい。抜かるってなんすかね。俺も知らない。
バカな息子をそれでも愛そうってことですかね。それダメ。あ、なんですか。いや、なんででも触れないで。わあ、大体戦い方思い出したんで、先輩バトルしますか。赤ひげ倒しましたし。ああ、赤ひげは団長じゃないけどな。宇崎がいいなら対戦するか。先輩、また泣かないでくださいよ。泣くか。先輩、いよいよバトルしね。そうだな。まさか七影で本当に宇崎と対戦することになるとは。お手柔らかにお願いしますよ。ああ、分かってる。え、あ、てか、なんで先輩が先行なんすか。え、たまたま俺が先行になっただけ。はあ、たまたま俺が先行になっただけってなんすか。また初心者狩りっすか。違う、そういう仕様だ。仕様だ。この恨み腹さでおくべきか、この鬼畜先輩。鬼畜。でも初心者狩り対策はできてますからね。先輩を倒す算段はついてるんで覚悟してください。お、宇崎結構自信ありげだな。いい作戦を思いついたんすよね。覚悟しててくださいね。何を企んでんだか。さてさて、4ターン目突入っすね。なかなかいい勝負だな。お互いの団長の HP も同じくらいだし、キャラクターも5人ずつ残ってるしな。うん、蹴散らします。おお、先輩の名前蹴散らします。出ましたね。あー、ないだろ、言ってるのは俺じゃない。あー、結構な被害が。マスターにリークしますからね、覚悟の準備をしておいてください。近いうちに訴えます。風評被害はやめろ。最近先輩に蹴散らす言われてますって。アミさんにも伝えて裁判も起こします。なんで裁判。それはやだ。じゃあお母さんにいますね。刑務所にぶち込まれるの楽しみにしておいてください。いいですね。もうしっちゃかめっちゃか。納金のこともお母さんにバラしますね。それは前に言っただろ。そうでしたっけ。お前の家でうどん作りした時だよ。おー、マスターとアミさんに伝説のイカスミナポリタン作った次の日っすね。払うな。っておい、なんか凍ってるし俺のキャラたち。どうした。やっぱ先輩は話しかけると集中力消えますよね。あ、しかも俺のキャラがやられた。やるな。いい感じっす。勝てますよ先輩に。またあの泣き顔を拝めます。チョコミントのような冷たさに屈してください。泣いてないし屈するか。おお、まだ根に持ってんのか。おバフなんやろ。バフタイルな。あれを踏めば勝てそうっすね。まあそれにかかってるな。うわー、引きますわ。あんまそこまで大人げなかったとは。勝負だろ。畳みかけますね。私の団長ばっかり狙って。遅延行為っすか。やめてください。やらしいことだけは。人聞きの悪い言い方をするな。ちょっと考えてたんだよ。さあ、バフな。バフタイル。バフタイルで一気に決めますよ。もうこれ勝っちゃったんじゃないですか。バフタイルと宇崎の手札次第では負けるか。よし、2人目倒した。流れが来てるっす。どんどん攻撃しますよ。ふん、へい。ここで先輩の団長は凍らせちゃいます。この氷攻撃最強っす。お、やるじゃん。俺のターンか。最後にこれ使うか、見てみたいし。最後？あ、なんすか？スキルすか？なんすか？え、なんすか？うわ！うわ！いて、うわ！また全体攻撃すか？あ、痛い。あ、やばい。すみません。初心者相手に先輩ひどいっす。すまんな。最後のああいうのはなんとか使わなくても勝てたのに、わざと使いましたね。違う、使ったことなかったから。見損ないましたよ。絶対うちの猫触らせませんからね。え、それだけは勘弁。じゃあラーメンで手を打ちますよ。かかる気か。まあしょうがないな、最後大人げなかったしな。じゃあ早速行きましょう先輩。あ、サイドメニューは餃子と唐揚げ以外に何シェアしましょうかね。ノーシェア。ド
ラゴンコミックスエイジ宇崎ちゃんは遊びたい第2巻好評発売中。ニコニコ星がドラドラシャープで絶賛連載中っすよ。アプリで読むならニコニコ漫画。対戦型シミュレーション RPG 7つの王国と月影の傭兵団、遊んでみてください。